こんにちは。誰でも Python チャレンジ。誰パイ。はい。えー、前回の続きですね。えーまあ、結構便利な Pandas という、えー、テーブル処理表、表計算処理のパッケージについて、いろいろこれは便利だということで説明してました。前回はそのうち、えー、フィルター処理について説明しましたね。ある条件に従った例、あーレ のおにあったレ行だけけを見つけるとということ、えー、例えば、値がこうであるとか、それから、あ値が、えー、ある,いたあある以,上以上、あるいはそれと複合条件というようなことをやりました。はい。えっ、ー、と、まあ、もう前回の、ソ、えースこんな感じですね。はい。続けてやりたいと思います。えー、はい。宿題といいますか、今日やることは、ピボット処理ですね。 えー、つまり、地域ごとの分類をして、いく、何カ国ずつあるかやりましょうということでした。できましたかはい。やりましょうね。ですので、えー、まあ、割合簡単です。この後、まあ、ちょっと空箱を作っておきましょうか。はい。ピボット処理です。えー、っと、結局、これはピボットテーブルという、えー、まあ、ピボットっていう名前にしましょうか。イコール、そうですね。pd。 ドットピーボットアンダースコアテーブル。で、えー、入力は DF ですね。先ほどの、えー、180カ国の DF です。元も DF。さて、えー、っと、それで何で分けたいか。インデックス。まあ、これはしょうがないですね。インデックスイコール地域でやってみます。さて、これでどうなるか。インデックスイコール地域。 これだけでどう、どうなるかなこれでちょっと見てみましょう。これだけだとどうなるんだろう。よいしょ。そうすると、はい、これでできてますね。つまり、えー、これだけだとちょっとわかりにくいね。じゃあ、アッグカウントを入れましょう。まず、何カ国ずつあるか。アッグカウント、アブフ,アグファンク。これ、アグリゲーションファンクションという意味だ。 ですが、まあ、これを多分、カウントに設定します。そうすると、えー、これで、あ、間違えた。えー、アック、アクじゃない、AGG ですね。失礼しました。アクじゃないでしょう。AGG ファンク。アグリゲイティングファンクションですね。はい。こういうふうにやると、まあ、結果を見れば割合わかると思います。はい。こういうふうにやることによって、 A、つまりアジア地域の、えー、カウントが、まあちょっとこのカウントだけなんで、例えばど,どれを見てもいいんですが、まあこれを見ましょうか。首都名でいうと20、22、国名ですねに。22カ国、ヨーロッパが35カ国、えー、てててて,んて,んてんと、S が13カ国。こういうふうになっているのがわかると思います。いいですね。じゃあ、推定人口で比べるのはどうしたらいいか。 まあそういう場合にはですね、例えばここを sum にします。sum。あ、まあ、そっか。別にしましょうか。えー、まあ後で見やすいように別にしましょう。はい。これでここを sum にします。そうすると、いろいろな、えー、コラムについてできるところは足し算してくれます。ちょっとやってみましょう。はい。いいですね。足せないところは足されません。つまり、 推定人口のところはこれですね。はい。えー、アジア地域が41億人。えー、で、人口比で言うと52%。うーん、びっくり。えー、次が F。F ってどこですかえー、あ、多分アフリカですね。はい。えー、アフリカが、これですね。えー、アフリカが次で、えー、13億。 純行比17%ってな感じになります。はい。これ、いいですね。じゃあ、ちょっと先に、じゃあ、Excel でどうやりましょうかですね。はい。ここをやりました。カウントは、まず、ああいうふうに、アグ、アグファンクを、まあ、カウントにすればいいっていうこと。それから、小合計の時には、サムにすれば、小合計が出ます。ちなみに、Excel でどうやるか ご存知ですか、まあ、ご存知の方も多いと思いますが、ちょっとやっちゃいましょう、えー。この間のこのファイルですね。フィルターをオフにしまして、はい、えー、元に戻しました。180カ国ありますね。で、えー、例えば、これをやるのはですね、まあ、全体を選んで、まあ、全体を選んで、えー、挿入。面白いことに挿入のところにある、ね、ピボットテーブルってありますね。 で、ピボットテーブルなので、こいつで選びます。そうすると、どこの範囲ですか全体です。えー、で、新規ワークシートに結果を出します。はい。とすると、新しいシートができて、ここに準備ができました。ここで、同じですね。行は何にするか。行は地域。こいつを引っ張って、行のとこに入れます。え列、ー、は何にするか。例えば、一目。まあ、 国名でもいいですね。国名にして、値は、まあ、これでどうするのかなこれで OK なのかなえー、これで実行すると、あれ実行がない。えー、っと。えー、これで実行すると、あ、なんでこれ実行できないんでしょうまずちょっと、ま、じゃあ、推定人口にしてみましょうか。 推定人口を列に入れて、違う、列に入れない。値に入れて、それで、えー、実行します。あ、これでできてますね。もうできてます。はい。ということで、推定人口を入れると同じ結果が出てます。アジアが41億人、アフリカが13億人。まあ、こんな感じでやるというのが、えー、やり方です。そして、もちろん、 えー、カウントにすることは、ああ、できると思います。どうやんでしょう。えー、多分これを個数にすればいいのかな。個数にすると、こうですね。アジアが22カ国で合計18カ国。まあ、こんな感じで、一応できることはわかると思います。合計にすればいいと。まあ、ですから、この合計の代わりに、こちらでは、えー、この、a コー s u m でできることになります。まあもちろん正しくはこれ、えっ、ー、と、推定人口を同じく、えー、コラムに入れた方がウォーニングがなくていいですね。なので、えー、ちょっとやりたいと思います。ここで推定人口、こいつをコラムに入れてあげるとちょっとエラーメッセージがなくて気持ちいいかな。 コラム、コラムイコール、えー、こうかなコラム図か。失礼しました。コラム図イコール推定人口にすると、あ推定、これはダメでした。失礼しました。間違いです。これをしちゃいけませんね。えー、っとバリューズだ。失礼しました。バリューズイコール、 えー、推定人口にすればエラーメッセージがないですね。はい。v a l u e 推定人口で調べる。で、足し算をするという感じでいいと思います。はい。さて、ということで、ここまではできました。あと、ちょっと、やっぱり、結果がいまいちなので、高圧で直したいと思います。まず、ディクトによる地域名の変換ですね。えー、っと、これはですね、えー、まあ、要するに、この A、 地域名のテーブルを作っとおく、テーブルというか、Python の場合はディクショナリーですね。これに相当するディクショナリーを作っといて変換すればいいことになります。えっ、ー、と、ディクショナリーはですね、えっ、ー、と、どうしましょうか。えー、私は用意してあるんですが、これをじゃあ、後で、えー、あれに置,置いときますね。えぇ、ー、概要欄に入っときます。 要するに、これは何を、これは辞書になっていて、辞書っていうのはご存知ですね。えー、キーと値の組み合わせをこれだけ置くということです。つまり、A ならアジア、Q なら中東、E ならよ欧州。この文字列、こういうふうに置き換えるというよう、置き換えも示すような辞書ということです。で、あとはどうするかというと、ちょっと面白いんですけど、えっ、ー、と、先ほどの結果、この、えー、PFPVT ですね。 DFPVT について、うん、そうですね、えー、っと、D、そうですね、インデックスをこれ、ここインデックス行なわけですよね。インデックス行を変換したいので、DFP、DF5 にしましょうか。DF4、イコール、えー、DFP、えー、B えー dfpvt のはいの推定人、えっ、ー、と、地域インデックスについて、のインデックスについて、えー、インデックスについて、マップ関数というので、えー、それぞれに関数を定義します。その関数はを、えー、アプライします。その関数というのは、えぇ、ー、 この文字列をディクショナリーの値で置き換えるという関数なので、これは例えばラムダ式というので書きます。ラムダ X という入力に対してエリア D の X で置き換える。こんな感じですね。はい、これでいいと思います。ちょっと DF4 見てみましょう。はい、これで、あ <laughs> そっか。えー、これではダメですね。ちょっと待ってください。<laughs> 違いました。えっ、ー、と、まず DF4 は、 まず DFPVT のコピーをまず入れます。そして、えー、DF4 の DF4 のインデックスは、えー、DF4 にこのラムダ関数、すなわち値をエリア D の値で置き換えるというものにします。これで OK ですね。これで出てきたものはあ DF, ここ失礼しました。書き間違いですね。DFPVT。ということで、これを実行すれば、えー、はい。アジア、欧州、アフリカ、なんとかかんとかになります。あと何やりたい当然、順番に並べたいですよね。順番に並べるの覚えてますかいいですね。まあ、簡単です。えー、っと、DF4 にしましょうか。えー、DF4 で、えー、もうこのままでもできます。ソートバリュー。 リューズですね。トートバリューで、えー、どうすんでしたっけ倍、イコール、推定人口ですね。ここ。倍推定人口。ええー、ちょっと邪魔ですね、この子。倍推定人口で、ここですね。はい。倍推定人口で、ええー、かつ、うん。 この間やりましたね。このままにしちゃうと、ちょっと見てみましょう。このままにしちゃうと、小さい順に並んじゃいますので、まあ、普通はアセンディングをフォールスにします。ゴールゼロ。まあ、こういうふうにすれば、えー、大きい順に並びますね。アジア、アフリカ、中南米。あと、気になるのは、あ、米,米中、えー、北中米ですね。はい。あと、気になるのは、ちょっとコンマを入れたい。 ね、これ見にくいですよね。カンマを入れるのはどうするか。まあもちろんこれを Excel で書き出せば、えっ、ー、と、Excel ではご存知のように、ここの値、こういうふうにやって、ここで、ホームでカンマを入れれば、まあちょっと余計な桁が増えますね。こ,こんな感じこんな感じでカンマを入れることはできますし、えー、そうとすることもできます。ですが、まあ、パンダスの場合はどうするにやるかっていうと、文字列に変えちゃうのが簡単ですね。先ほどのように、 えー、こいつを5にして、まあ4にしてもいいんですよ。まあ5にしましょうか。えー、5に入れといて、かつ DF5 の、えーえー、っと DF5 の同じく推定人口の項について、 これちょっとややこしいですね。こういう書き方ね。この値について、ま,またマップ関数を展開します。ラムダ。で、X に対して、まあ、F 文字列で書いちゃいましょうかね。えー、それは、中括弧 X コロン、カンマ。こういうふうに書けば、カンマ付きの文字列に変更することができます。OK ですね。これで DF5。 を見てみますと、はい、いい感じになりました。はい、えー、アジアは40億人、アフリカ人口順で、えー、得られることがわかります。まあちょっと気持ち悪いですかプリント文にしますかはい。まあこれもちろんこうですし、えー、これを、えー、そうですね、えー、さっご存知のように書き出すこともできます。で、え o トゥー、 to Excel の、例えば、えー、地域、エリア、エリア .excel、ん ?xlsx。まあこんな感じで、え書、ー、けばせば、ですね、こんな感じで、ここにエリアっていう感じ、えー ファイルができて、まあ、これをダブルクリックすれば、えー、っと、パソコンの方で一応確認することができるということですね。はい。えー、あそっか。インデックスイコールフォルスにしちゃダメですね。失礼しました。これは閉じまして、えー、インデックスがこの場合はここなので、インデックスイコールフォルスにしてはダメでした。失礼しました。これ閉じ、取ります。そしてもう一回実行します。 そして、これをもう一回グラブクリックすると、カッコ付きのファイルが出てきて、こいつは、え正しく、欲しいものが出てると思います。いいですね。はい。えー、ちょっともう少し大きくなってほしいですが、はい。いいですね。という感じで、これらは今度は文字列になってますので、ちょっと見にくいっちいう話はありますが、まあ、 まあ、それはしょうがないですね。本当は数字の前出しとけば、えっと、えー、ここでカンマを見ることもできます。ですが、まあ、一応これで、えー、できるということになります。えー、中央揃えしましょうか。はいあ。中央揃えしますと、こんな感じですね。はい。というふうな感じになるということになります。はい。えー、できましたでしょうか。だいたい、えー、こんな感じで、えー、ぜひ、えー、 いろんな、他にもたくさん、だいた Excel いでできるようなことは Pandas、えー、でできます。そして、えー、自動化する、いろいろな処理を自動化する、でかい,いくつ複数のファイルをいじるというようなことができるようになりますので、ぜひ、こういうことにも慣れていただきたいと思います。はい。じゃあ今日はここまでにします。今回はここまでにします。えー、だいたいできましたね。はい。次回は、じゃあこうやって作った、えー、前回作ったファイルをもとに、人、えー、当てクイズなどを作ってみたいと思います。 はい。じゃあまた見てください。さよなら。